皆さんこんにちは、ザッピーです。今回はちょっと個人的な疑問なんですけれども、おそらく多くの方もなんとなく疑問に思ってるんじゃないかなというようなトピックです。ちょっとしたことなんですけどね、タックスマンが始まるときに1,2,3,4,1,2っていうカウントが入りますよね。1,2,3,4,1,2 はい、これですが、これは一体誰が発した声なんだろうかということなんですよ。はい、まあ、普通聞くとジョージ・ハリスンだと思いませんか？そう思うのが普通だと思うんですけどね。ただですね、ちょっともう一回若干ボリュームを上げて聞いてみると、後ろにですね、この1,2,3,4,1,2 ではなくて、普通にちゃんと1,2,3,4って言って始まってる声もあるんですよね。 1,2,3,4,1,2 はい、というように、まあ普通にやればそちらの方でスタートするのが当たり前ですよね、カウントとしてはね。この1,2,3,4,1,2 っていうのは、まあなんかこうね、演出をしてるようなカウントなので、まあ普通これで音楽が始まるっていうのはちょっと考えられないですよね。で、この遊びのようなカウントは誰がやったんだろうかっていうことなんですけれども、まあ普通に考えればジョージ・ハリスンが語ってるような声ですよね、じゃないでしょうか。でもですね、まあとある、まあ、情報を読んでたらばですね、これはポールじゃないかっていう話も出てるわけなんですね。で、割と、まあ、しっかりと調べて頑張って書いているウェブサイトなんかでも、まあ1箇所2箇所そういうふうに語ってるところもあるんですね。で、まあ、よくわかる例として、次のポールの語り口調をですね、上げてるんですが、これを聞いてみてください。 Alright, okay. Very good to see down New Orleans, man. Yeah, here we, yeah, yeah. はい、これがポールが語ってるあの子におせっかいの前の語りですよね。で、この声ってよく聞くとタックスマンの1,2,3,4,1,2 に似ちゃおりませんかっていうことなんですよ。1,2,3,4,1,2 Alright, okay. Very good to see down New Orleans, man. Yeah, here we, yeah, yeah.まあそういうことなんですが、耳を凝らして聞いてみると、まあ、ポールとも聞こえませんでしょうかね。比較的そういった情報筋はですね、断定的にこれはポールだと。いうふうに語ってるわけなんですね。で、結構しっかり研究してる人なんかもそう言ってるところがあるので、今日はですね、僕は結論出せませんけれども、まあこれもポールにね、ぜひとも語ってほしいんですけれども、ポールの可能性が高いっていう結論になってしまいますかね。参考までに、あの後ろに入っている席ありますよね。1,2,3,4,1,2 席は誰がやってるのか、これは誰も語ってないんですね、わかんないんですよ。はい、ただですね、この席に関してはジョージ・ハリスンが生前語っておりまして、ジョージ自身はですね、自分でも誰かわかんない、覚えてないって言ってるんですね。まあですが、ジョージ・ハリスンの息子のダーニーがですね、この席はどう聞いてもお父さんあんたの席だよっていうふうに言われたらしいんですよ、ジョージがですね。なので全てが客観情報で、全てが誰かの情報なんですけれども、本人は語ってないんですけれども、不思議なカウントはポール、席はジョージ、そういうふうな説が強いってことになっちゃいますね。はい、どうお考えになりますでしょうか。今日はこの話でした。失礼します。